笑ってる。笑って、全然全然、あって、いや、ごめん。なんで笑ってるの？いや、全然何もないよ。ここら辺で一回。ダイヤ、拾った。おい！ちょっと！あ！ヌスットだ！ダイヤ、拾った。いや。それは違います。あの、人のシュルカーボックスの中に入ってたダイヤです。落ちました。お手玉みたいに扱う人のダイヤを。はい、ありがとうございます。わらわら。えらい。ちゃんと返すって。えらい。やってんな。ちょっとさあちゃん、何のことだい。君、この前俺と一緒にポーカーしたの覚えてるかい。覚えてる。その時確か俺さんちゃんダイヤがないっていう話をしてたからワンスタックを貸したと思うんだよね。あ、そうだね。うん、その時のダイヤはちなみにもうこれこれ。あ、え、どれどれどれ。これこれ。あ、はい。俺のじゃなかったっけ。あれ、これサンちゃんだっけ。わらわら。これ俺のだよね。どうだと思う。あれ、どっちだ。いや、わかんなくなってきた。やばい。俺マジで忘れちゃった。俺持ってた。あれ、いや、これ俺のだよ。これ俺のだ。おい、純粋すぎるだろ。サンダーボクショー。俺を騙そうとしたな。わらわら、まだダイヤ帰ってきてないんだよね。え、ちょっとダイヤ返せる？ちゃんとしっかり。え、でもなんか返せないんだったらちょっと俺も出るところ出ないといけなくなるんだけどな。え、さっき、どういうことかな。ちなみに返せる見込みはあるのかい？あるよ。ある。え、いつまでに返せる。返済いつまでに返せるの。ちょっと期間教えてもらわないとこっちも困るから。決めてよ。え、じゃあ今返せるかい。もし今返せなかったら何かあるのかい？まず一旦うちの事務所に来てもらう話になるかな。ほう。ちょっとありとあらゆる、まあ方法がいろいろあるからね。ちょっとうちの方でちょっといろいろさせてもらいますけどね。あ、ごめんなさい。アウトです。アウトです。アウトです。はい、マロくん。え、なに？あー！アウトです。ありがとう。お、早っ。この前のあれ？ダイヤホリホリ配信？そうだね。じゃあさっちゃん、またポーカーできるね。あー、ちゃ、あぶねえ。やだ、さっちゃん。なんだ？負けたままでいいのかい、本当に。もう一回流行りたい。確かに、もう一回はやっときたいよね。さすがに。ちょっといずれちょっとあのメスおじに負けたままじゃ。いや、それ引き下がれないだよね。ちょっとどこかで借りを返さなければ。そうだね。